王ェ電子分光は電子分光の一つ。真空中で X 線または電子線を測定対象に照射し放出される王ェ電子の速度を分析する。測定対象は気体分子または固体表面に限られるが、ことに固体では中速電子線の冷気深さ、脱出深さが数ナノメートル以下に限られるので、最表面の分析手法として、 最も利用価値が高い。固体表面の正常度、蘇生、吸着種、白膜等の検出、測定に広く用いられている。原子の内核電子を X 線や電子ビームで放出させると、冷気状態イオンが生成するが、冷気状態イオンは特性 X 線を放出する内核軌道に外核電子が背にし、そのエネルギーをもって他の外核電子が放出され、 多重要に化するのいずれかの過程で脱礼気するの過程は王子過程と呼ばれ、ピエール王子が1925年に発見した。放出される王子電子の運動エネルギーは内核電子と2個の外核電子の束縛エネルギーから算出され、これら束縛エネルギーは原子ごとに固有なことから、三電子過程を行い得ない水素、ヘリウム以外の元素を 検出分析することができる。円東京型アナライザーを用いたアイス装置の概要。電子ビームを資料に照射し、放出されたオージェ電子は電子銃の周りで変更し、アパーチャーを通って CMA の後方に飛ぶ。これらの電子は電子倍増管に導入されて検出される。スイープサプライにより電圧を変えることで微分モードのオージェ電子スペクトルを得ることができる。 深さ方向分析のためにイオン銃が組み込まれる場合もある。一般的なアイスの冷気源としては数20ケブ程度に加速された電子線が用いられる。入射した電子線は個体の数マイクロメートルの深さまで侵入する。電解放出型の電子銃により直径が10ナノメートル程度まで絞られた電子線が一般的に用いられる。さらに細く絞った。 電子線を用いて、資料面内をスキャンすると、固体表面における空間的な分布を得ることができ、操作型オージ電子分光と呼ばれる。XPS の付属装置として、オージ電子検出器が搭載されている場合は、0期限は、XPS と同様に 9X 線となる。i s スでは、資料表面の汚染を防ぐため、10から10トール以下の超高真空が必要となる。 資料導入部における待機廃棄にはターボ分子ポンプが用いられる。分析室を超高真空に維持するためにはイオンポンプやチタンサブリメーションポンプが用いられる。高電子の運動エネルギー分光器としては高感度の円筒鏡型アナライザーと高エネルギー分解能の同心半球型アナライザーの2種類がある。 アイスでは感度が求められるため CMA が用いられることが多い。アイスでは飼料表面の汚染物や酸化膜などを除去するため、また深さ方向の分析をするためにアルゴンなどのイオン銃が搭載されている。数百数百例 KV の電圧により加速されたイオンを飼料に照射する。窒化銅の微分型を応じ、電子スペクトル電子線照射によるアイスのピークは、 被弾性散乱電子や二次電子などのバックグラウンドがあるため形状が複雑で幅も広い。そこでピーク解析ではスペクトルを微分処理することでピーク位置が分かりやすくなる。定量には XPS と同様に相対感度係数を用いる。ありがとうございます。